81から717、714型は、6域式改製造工場をはじめとする、ソビエト連邦やロシア連邦各地の工場で製造されている地下鉄用電車。1976年に試作車が登場して以降、ソビエト連邦の各都市のみならず東側諸国各地の地下鉄路線に導入され、ソビエト連邦の崩壊以降も長期にわたって、 大量生産が実施されている。1970年代までソビエト連邦をはじめとする東側諸国の地下鉄には1963年以降量産が行われた E 型電車やそれをもとに製造された車両が標準型として導入され続けていた。これらの車両はビード加工が施された軽量構成車体を有していた一方、 消費電力の削減を図るため電動機の出力が少なく加速度に難があった。さらに多くの形式が両運転台式であり、中間車も床上機器や車庫内で使用する運転台が設置されていたため、収容力が小さく増加する乗客への対応も課題となっていた。そこで1973年に無意式改製造工場は車体を より軽量なアルミニウム合金で製造し、制御機にサイリスタを使用し、さらに運転台がない中間車を編成内に含むなど、構造を刷新した I 型電車を3編成試作した。試験結果は加速度の上昇、定員数の増加など良好なものだったが、当時の工場にはアルミニウム合金を用いた車体の量産体制が整っておらず、防火対策も不十分であった。 そこで、I 型の構造をもとに、従来の E 型と同様の構成車体を用いる、形で開発が行われたのが81から717、714、型である。なお、I 型までの地下鉄用電車は、工場が指定した、形式番号と別個に独自の形式名が付けられて、いたが、81から717、714。 また以降にソ連及び旧ソ連各国で製造された地下鉄用電車は一部を除き工場側の形式番号がそのまま用いられている。編成は、悲観通式の戦闘部を片側に持つ電動制御車である81から717型と運転台を持たない中間電動車の81から714型で構成されており、最短2両、最高8両まで蘇生可能である。 また、エレバン地下鉄では2018年以降81から717型を改造した両運転台車両による単行運転も実施されている。中間車の方が小さい数なのは81から717型より前の1970年代初頭に計画されながら未成に終わったエジア2系中間電動車の設計を元にしたことに由来する。 E 型と同様にビード加工を施した軽量構造の構成車体を有し、先頭部は FPS で構成されている一方、連結部は中央に非常用貫通扉を持つ E 型の前面に類似した形状となっている。座席配置はロングシートで車内の換気は自然換気もしくは換気扇による強制換気によって行われる一方、一部形式の 運転台部分を除き空調装置は搭載されていない。車内照明には蛍光灯が用いられる。各台車に2機配置されている手電動機は E 型のものよりも出力を向上させた DK-117D で、この出力強化に加え車体の最大重量が増加したことにより、台車の重量は7.05トンから7.55トンに増加している。また台車は 先頭車と中間車で構造が若干異なっており、先頭車には自動停止弁や速度センサーが搭載されている。主制御機として、第三機場から供給された直流 750V の電流を 80V の低電圧に変換する一時変換器と、車内照明用として 80V の低電圧を交流 220V に変換する二次変換器で構成される。 BPSN-5U2 が使用されている。双方とも回路内にサイリスタが用いられており、E 型に比べて消費電力が5から6%削減されている。制動装置は発電ブレーキが扱われ、非常時には空気ブレーキに置き換えられる。ソ連各地の地下鉄へ向けて製造された後期に対応した形式。 1976年から1977年にかけて試作車が製造され、試験運転が行われた後1978年から、無意気式会製造工場での量産が開始された。1980年以降は、i e エゴルフ工場でも製造を開始されたが、こちらで生産された車両については、レニングラード地下鉄向きに生産が行われた。 N501 系の車体設計が一部流用された。さらに、需要増加に対応するため1980年から1985年にかけては、仮移任車両工場での車体製造も実施された。量産化後も、車体、機器、台車などに関する幾度かの設計変更が行われ、特に1983年以降は制御機が騒音を抑制した。 BPSN-5U2M に1985年以降は電動機が部品の見直しを行った DK-117DM に変更された。また導入された年によっては車体中央下部の全消灯4機が搭載されていない場合もあった。量産は1988年まで行われ、内向き式械製造工場製の車両は1174両。 アイエゴロフ工場製の車両は1470両であった。81から717.1、7、14. 1 4 1系、81から 71M 型チェコスロバキアの首都プラハを走るプラハ地下鉄へ向けて製造された標準機に対応した車種。1978年の衛線開通に合わせて運行を開始し、2009年まで使用された。 1996年以降は更新工事を行った81から 71M 型も導入されている。81から717.2、714.2、軽ハンガリーの首都ブダペストを走るブダペスト地下鉄に導入された無機式回製造工場製の標準機仕様の車種。1979年から1991年まで製造された車両は、 全小灯が左右のみであった一方、1998年に増備された81から 717.2M、714.2M 型は全面中央下部に4島増設されたほか、構造も後期向けの81から 717.5M、714.5M 型を元に変更され、最高速度が時速 100km に向上した。2008年からは、 アルストムのメトロポリス導入により置き換えが進んだ一方、2016年以降はメトロワゴンマッシュで 81-717.2K、714.2K 型の更新が行われ、原型車は2018年4月2日をもって運用から離脱した。81から717.3、714.3型ポーランドの首都、 ワルシャワのワルシャワ地下鉄の開業に向けて製造された標準機仕様の車種。1989年に重量が製造され、翌1990年にポーランドに到着したものの、開業の遅れから運行開始は1995年4月7日となった。以降の車両増備は運転室への強制換気の導入など、使用変更が行われた。 ワゴンマッシュ製造の81から572、573型によって行われている。81から717.4、714.4型ブルガリアの首都ソフィアに建設されたソフィア地下鉄向けの車両として導入された標準機に対応した形式。61機械製造工場で製造され、1989年から1990年に かけて製造されたものの地下鉄建設が大幅に遅れた結果運行開始は最初の路線が開通した1998年となった2019年以降全車両の更新工事が予定されている1987年モスクワ地下鉄は一部の81の714、717 型に信頼性を高めるため電圧周波数 150Hz の補助電源装置を搭載し、動作試験を行った。その結果が良好だったことを受け、1988年以降の製造車両は、補助電源装置に加え防火設備や警報装置など安全性も高めた81から717.5、714.5型として生産が行われた。 それ以外の車体や主要機器などの変更は行われていない。ソビエト連邦の崩壊に伴い無意地し、機械製造工場から解消したメトロワゴンマッシュは1993年に製造を終了し81から 717.5M、714.5M 型に移行した一方、IE ゴロフ工場から解消したワゴンマッシュは2001年まで中間車を中心に 製造を続けたほか、1997年以降81から717.5、714.5型を基礎とし、自動列車運転装置を搭載した81から540、541系の生産を行っている。1993年以降に製造が行われた81から717.5、714.5型を基礎とした車種。車体の強度や、 断熱性、遮音性が増したほか、車内の換気システムとして、強制換気装置が追加され、電動機についても発電ブレーキ使用時の性能が高められた。また2003年以降に製造された車両は、破損を防止するため座席の強度の見直しが行われた。メトロワゴンマッシュで2014年まで生産された81から 717.5M、714.5M 型に加え、 以下の車種が製造された。81から717.6、714.6系老朽化や内装の陳腐化が進んだ81から717、714型の大幅な近代化を図った車種。全面を人間工学が用いられた非常扉付きのデザインに刷新し、内装も安全性や快適性を重視された設計に改められている。 2010年以降モスクワ地下鉄、ニジニノブゴロド地下鉄、エカテリンブルク地下鉄に導入されている。また試作車として81から717.5、714.5型を同型の車体に更新した81から 717.6K、7 1 4 6系型が作られ、各種試験が実施された。前述のプラ地下鉄の m 型や、 ブダペスト地下鉄 81-717.2K、714.2K 型に加え、エレバン地下鉄、トビリシ地下鉄、バクー地下鉄などでも81-717、714型の対応年数延長を図るための更新工事が行われており、これらの車両には81から 717M、714M 型という形式名が付けられている。 モスクワ地下鉄、バクー地下鉄など一部都市の地下鉄には81から717、714型から改造された事業用車が在籍している。81から717、714型をもとに設計、製造が行われた地下鉄用電車として以下の形式が存在する。ありがとうございます。